はい、いつもご視聴ありがとうございます。おっさんサラリーマンおさりマンによるランチングタイム、今日も楽しくランチングしてまいりましょう。春は何かと忙しいですからね、仕事ポン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 片付けて楽しくランチングしてまいりましょう。ということで本日は松本市島田地を走っております。ぜひ最後までご覧いただいて、グッド評価およびコメントの書き込みポンポンポーンと入れちゃって、こちら島田地合同庁舎の北側にあります食祭和楽つづみさん、行ってみましょうか。9時から行ってたね。ボリュームたっぷり5本のエビフライ定食、はい、あとトマトソーススパゲティもください、はい、
よ。ご飯を食べる。はい、1膳です。はい、250円プラスになります。はい、というわけでございまして、本日は松本市島立ちにあります食彩和楽つづみさんでがっつり大きな頭のついたエビフライ定食5本入りをいただいちゃいました。いやーすごいでしょ。なかなかあの壮観な絵面のエビフライ定食見られないですよね。でそれからパスタ、あれはなんだろうな、トマトソースパスタになってましたけれども、いわゆるナポリタンですよね。フレッシュなトマトなんかが入ってて、味がしっかりしてて、あれだけでご飯が進んじゃうのでおかわりしちゃいました。でそのご飯がまた美味しいと。
で、つづみさんね、私は何度か実は来てるんですよね。で、今回動画を撮らせてもらうのは初めてだったんですけれども、まあ、以前には何回か食べていて、実はこちらね、カレーとかパスタ、エビフライっていうレストランメニューがね、充実してるんですけれども、実は魚が美味しいんですよね。で、今回食べなかったんですけれども、焼き魚の定食、煮魚の定食、お刺身、海鮮丼、そういったね、お魚メニューがすごく人気なので、ぜひ食べてみてください。夜もね、すごく人気で、駐車場いつもいっぱいになってるイメージあります。まあ今お昼もね、次から次にサラリーマンの方が押し寄せてましたけれども。はい、ご視聴様でございました。はい、こんな感じで信州松本のサラリーマンが日々のランチをパパパーンと食べちゃってるチャンネルでございます。よろしければグッド評価にコメントの書き込みしちゃってくれたら嬉しい。はい、今日も満腹二郎だ。